かにしてここへ。誰かが俺を見てくれた。武具はない、食料のみ。ここを離れねば。もう子供、誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ！にはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬことを見ねえ。お目を出せ。少しならあるから、持って行って。言うなってな。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。どうする？こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か？地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。何が望みだ？ちょっと待って。
のに。鬼畜め。ノア、こらえて行くよ。待って、騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり通って、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。何だと。怒るな。相手を捕らえて取り戻してやるわ。体じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。調べよ。太刀さえあれば家の中に。どこかにあるはず。